中国高速鉄道 CRH380A 型電車は中華人民共和国の高速鉄道車両。中華人民共和国鉄道部が新たに建設する高速鉄道である都市間鉄道や旅客専用線で営業運転に用いるために中国の南社沈太を司法規車車両で開発された高速鉄道車両である。動力分散方式の交流電車で車体には アルミニウム合金の中空型材を採用する。8両編成のものは CRH380A、16両のものは CRH380AL と呼ばれることになっている。この項目では、香港鉄路 CRH380A 型電車についても解説する。上州駅に到着する CRH380A 新しい。 前頭部デザインは20種の暗号3次元シミュレーションを経て5種に絞り8分の1の模型を製作して風洞実験で空気力学的試験や騒音の測定などを行った結果選定されたもので CRH2C-2150 編成を製造する最古のデザインを用いて作られた前頭部を実際に取り付けて2010年5月から 低日旅客専用線で試運転を実施した。この試作車の車体表記は試験車 CRH380A であった。甲州南駅に到着する c r h 3 8 0 r ジ編成総数は40編成が予定されている。MT-6M2T の8両編成で終電装置は d s e 3 5 0型パンタグラフを使用し、パンタグラフの両側は 立体カバーで覆われている。編成は一等個室付きの一等座席車二両、二等座席車三両、観光席付き二等座席車二両とビュフェ付き二等座席車一両からなる。一等個室を除きすべての座席は回転可能である。観光席付き二等座席車は両端の先頭車両である。入り口ドアから運転席までのスペースが観光席となっている。 運転席と観光席はガラスで仕切られており、座席手元のスイッチでガラスの透明度を変えることができ、走行中の運転席を見ることができる。2010年9月、まず CRH380A-6001、CRH380A-60010 CR の10編成が上海鉄路局に配置され、コネイト間鉄道と小食い旅各専用線で、 高速試験を開始した。同年9月28日、CRH380A-6001 号、編成は小食い高速鉄道の甲州駅から上海、公共駅への試運転列車で11時37分に時速 416.6km という中国の鉄道における最高速度を記録し、通常営業用の車両での世界最高速度記録を更新した。 2010年9月30日から10月1日まで CRH380A はコネイト市間鉄道の臨時高速列車で最初の営業運転を行った。編成表、編集 CRH380AL の総編成数は100編成の予定である。MT 比 14M2T の16両編成で編成当たり総出力は2 4 4 0ット。 電動車電動車、パンタグラフ装備数7、主電動機56台、ディース3 5 0型高速パンタグラフを採用し、パンタグラフの両側は立体カバーで覆われる。1両の特等座席車、4両の1等座席車、10両の2等座席車と1両のビュッフェ車で組成される。1等座席車は横にプラス2列の座席配置で、2等座席車の 座席配置は横にプラス3列である。ビューフェツ機2等座席車を除きすべての座席は回転可能である。2010年12月3日、山東省と安岐省の間での試験走行で時速4 8 6 1トルと最速記録を更新し、ドイツ、フランス、日本の営業列車による速度記録をも更新した。さらに二千十一年一月九日には、 c r h 3 8 0 b l が速度記録を更新した。編成表、編集2015年に8両編成1本のみが製造された。基本的な仕様は先日した CRH380A と変わらないものの、試作要素が強く永久磁石同期電動機を搭載し、MT 比も 4M4T となっている。 落成後しばらくは試験用編成として使用されていたが2019年1月19日に走行機器には手を加えることなく営業転用。2011年12月に製造された高速試験、電車であり6両編成1本のみが製造された。前後で戦闘形状が異なっており片方は中国古来の刀剣をイメージしたものとなっているがもう片方は 通常の CRH380A とほぼ同様の形状となっている。編成表、編集香港高速道車組同看号は、香港 EMTR を通じて、香港特別行政区政府が発注した高速鉄道用車両。製造は、司法記者車両が担当し、高不可思考高速鉄道の香港側の路線開通に合わせた2018年に営業を開始する予定である。 中国本土で使用されている c r h 3 8 0ア型を基礎とした車両で塗装が異なるほか、耐火設備やセキュリティのような安全面をはじめ様々な箇所での強化がなされている。製造は急編成が予定されている。中国は日本の新幹線の E2K をベースとして独自開発した CRH2 から300の発展型としているが、2010年4月に JR 東海会長の笠西隆之は中国の高速鉄道は安全性を軽視することで限界まで速度を出している。技術も外国企業から東洋と主張した。それに対し中国側の何総工停止は我々が求めている技術は日本のような島国向けの技術とは異なると表明する国も多いと主張した上で安全性が保障されている中国の 高速鉄道技術はすでに世界をリードする地位を獲得したなどと反論した。しかし、中国鉄道部科学技術局長などを務めた州、翼民は中国史、21世紀経済報道に対し、世界一にこだわり、設計上の安全速度を無視し、日独が試験走行で達成していた速度に近い速度での営業を命じただけで、 中国独自の技術によるものではないと暴露し、自分の技術でないので問題が起きても解決できない。結果の甚大さは想像もできないと指摘した。また、米国議会の超党橋門機関、米中経済安保調査委員会は2011年10月26日、日本の新幹線技術の中国側の取得について、中国企業が 外国技術を投用した最もひどい実例と明記し、中国政府が外国の技術を取得する過程では、中国の国有企業が決定的な役割を果たすとして、日本の新幹線技術の投用も中国政府の意思だったという見解を明示した。ありがとうございます。